希望の子なのだ。人間を舐めるな。無傷だと。なぜ貴様が。これは無名の舞。なぜそれをお前に言ったはず。敵か。チャンドラーとキューザックをやった技も剣聖と謳われた人間の英雄カルフェンと同じもんだった。正体が見えてきたようだな。皮肉なものだ。その未曾有の脅威あなただって。聖剣はいつしか持ち主を自ら選ぶようになった。人々を導く者として、剣を持つ者としてふさわしい人物か否か。そして今あの子は選ばれた。アーサーこそブリタニア歴代の英雄たちが認めし、王の中の王なのだ。まだ生きていたか。まだ生きていたか。こう言うと気の毒じゃが、ぶっちゃけお主の攻撃は効いておらん。お前たちは確かに。その剣がどれほどの代物なのか。うたた寝の、どうでもよいが、お主そのヒゲ。ヒゲがどうした。なあ、俺の魔界一ナイスなヒゲが。そんなまだ魔力は覚醒しないの。ダメだよ、覚醒しなくちゃ。それじゃ意味がないの。どうしてそんなことを言うんだ。私は負けない。アーサーが死んじゃう。なんだ。小僧、貴様は大きな二つの過ちを犯した。完全な自滅だ。そして二つ目、貴様は戦う相手を間違えた。確かにかつて魔人族が恐れるほどの人間の英雄は存在した。だがそれはあくまで一回の魔人どもにとっての話だ。よく覚えておけ。我ら4人は最上位魔人なり、レゾナント、人間ごときが対等に渡り合える存在ではないのだ。見るがいい、英雄どももすくみ上がっておるわ。ゼルドリス様のお目汚しになってはいかん。特別に心臓を一つ潰すだけにとどめておいてやる。その前に連れ帰らせてもらう。マーリン、
今すぐ俺に信仰の海軍をよこすんだ。エリザベスを救うためお前が魔人王になろうとしているのと同じく、お前を救うために己の命を懸けている恋人と友がいることを忘れるな、メリオダス。答えられない。アーサー！アーサー！アーサー！